いやさぁ、こいつさぁ、もう精神不安定になると外出んのやめろや、マジで。精神が不安定になるとすぐ外出んのやめろ、マジ。もう分かってきたもん。情緒が安定しないときに必ず外出る。 外配信する。天候問わずね。雨の中しっかり出ちゃうからね。いや、ほんと分かりやすい。だから、情緒が不安定な、安定してる時はまだ家にいるんだわ。割りかし。いや、喧嘩芸じゃない。ガチで喧嘩してるから。で、それでなんか出てったりとか、あのー、なんか情緒が不安定になってるから、外出んの始発でペッサンが出ていくっていう予定になってんだ。ペガって行く当てあんのいや、分かんないけど。一応自分の家あるらしいよ。 あるんだ。でも、自分の家があったとしても、仮にあったとしても帰れない理由があるな。だって出てくって言った時も、なんかリスナーの家かなんかにお邪魔してたわけでしょ。だとしたら、自分の家に帰れない理由があるよ。なんで自分の家に帰らない帰れない理由があるんだよ。ゴミ屋敷とか、いや、ゴミ屋敷とかそういう次元じゃなくて帰れない理由がある。だから自分の家って、一人暮らし、一人暮らしする空間じゃなかったり、実家だったりとかね。 そう自分の家っていうのは実家とかじゃないだから例えば実家とかだったら、まあ親となんか仲が良くなかったりしたら帰れないじゃん。とか、まあその借金があって、とかも考えられるじゃん。いろいろ理由があると思うけど。いや、家賃の滞納とかだったら、強制退去で自分の家っていう言い方をしないんじゃないので、滞納してて帰れないは、もうそれ自分の家じゃないからね。が帰れないってさ。で、それなのに自分の家あって帰れない。なんだろうね。 あれを本気でやってんの台本なのどっちか知りたい。本気なんだよ。台本だとしたら、ね、台本が、じ、あのー、なんか、工事園とか超えるから。そんなね、そんな台本書けないよ、こんな長い台本を。結局、なんか台本って言った方が、なんか、いいやつって、いや、これ台本だからとか言ってるけど、全部ガチ。なんか、大体ね、台本なんて書くとき、 ね、一日二日で終わるぐらいの台本。長くても一週間とかの台本とかだったら書くやつ書く。さすがに、この、この長さで台本はない。台本なら一発でまとめるよね。 台本だ昨日はプロポーズして数時間後に別れるのループいやだから君はまともだからさ台本だって思いたい気持ちも分かるんだけどももう本当に住む世界とか考え方が全く別物なの普通に2人とも頭の病気だからもう,もうこれ来てるじゃんどう考えたって一般的思考とかがはめ込んで考えられないじゃん一般的にはこうだよねとか普通の人だったらこう思うよねっていう考え方とか行動言動とかはまんないじゃん全部いや2人とも来てるでしょ 絶対普通に考えたらいやこんなのありえないし台本でしょみたいな感じになるけどそのありえないことがリアルに起きちゃうのがこの2人だからね台本じゃないんだいやだからうん台本じゃないっすよそうでもなんだろうその彼女のために特命つけなないいととかかじゃないことは分かっケ喧嘩しててその喧嘩がガチだったら別に守る相手もいないっていうところで匿名つけると思うけども 匿名にああでもねこうでもねって言われたくないから今現状も匿名つけないんだね。最初匿名つけてたけどもうやめたじゃん。最近匿名使ってないんじゃない自分へのフェイトが多いのを理解してるんだろうな。フェイトやめろ。フェイトな。フェイトやめろ、フェイト。 ももう1日も無理だろうペガコいやなんか俺はペガコを攻めに攻めてたけどペガコが悪いっつって言ってたけどこれミズニャンにも問題あるしミズニャン側の方が悪いんじゃねえかっていうどっちも悪いって言ったら型がついちゃうんだけどどっちかって言ったらなんかフェイ側の方なんじゃねえかなって思っちゃうもんなんかここ最近はでもさき 昨日かなちょっとチラッと見たのさ、ふわっちかなんかで、そうなんか喧嘩中なんだけども、あの、ペガコ側は大好きなんで別れませんみたいな感じのテロップでずっと言ってる放送だった。 そう、好きだから分かれませんみたいな感じの。それなんか見た人いねえかな俺なんかチラッと見て、今日もだったよ。いや、だから、なんか賢くない賢いというか、真相そこじゃん。めっちゃ確かにたくさん喧嘩するけど、めっちゃ好きなんだもんっていう、一番なんか大事な気持ちをみんなに伝えてる、もうペガコの方が上なのね。もうマジありえねえわとか言いながら、結局水には戻っちゃうから、結局好きじゃんってなるんだから、一番最初に結局好きっていうところを、一番最初に、そう、先頭に置いてるペガコの方が、配信者的に賢い。 フェイトがねフェイトが水谷に全部向くからそれだけでだ戦い方を知ってるペガコの方が戦い方を知ってるね今はもう別れるって言ってるマジかよ水谷ねーもうこれやめた方がいいよこれうーんなんでそうなっちゃうのかなー